があるじゃねえか。あのカラフルなのはキノコ？よいしょっと。ずいぶん大きいわね。よし。よし、行くぞ。あなたの体変わってるのね。私の出番ね。なんだこれ。綺麗だな。おい、不用意に近づくんじゃねえよ。危険なものだったらどうすんだ。ウソップが変な亀裂に吸い込まれた。ウソップ、どうなってるの。ヒスタリアに吸い込まれたのよ。ヒスタリア？ええ、この割れ目はほつれた記憶が生んだもの。このメモリアは思い出の世界でも、記憶だからどうしても歪みができてヒスタリアと呼ばれる空間が。じゃあウソップはそのヒスタリアってとこ。ええ。おいリム、ウソップは無事なのか。多分。でも記憶のほつれに飲み込まれて戻ってきた人は、だって…行くぞみんな！ウソップを取り戻しに！ん？なんだあいつらは。山賊…かしらね。ここがヒスタリアか。さっきいた場所と同じように見えるけど。どこだウソップ。残念だけど、あなたたちは行けなかったみたいね。リムちゃん、君も来たのか。いいえ、私は記憶のほつれに触れていないもの。つまり行けなかったってどうして。どうやらヒスタリアに行けるのは選ばれたものだけ。それってみんな、チョッパーとゾロがいないわ。リム、俺たちはどうやったら向こうに行けるんだ。記憶のほつれを通ってヒスタリアに行けたのは、救出は二人に任せるしかないみたい。俺たちは信じて待つしかねえってことか。くそ、無事でいろよ。嘘。ウソップ、ゾロ、チョッパー、無事に記憶のほつれを解消できたみたいね。ああ、バッチリだ。ところで、向こうでトカゲと戦ってる時に妙な感覚が。俺もそれ感じたぞ。ああ、俺もだ。多分だけど、あなたたちの中にあったつながり、記憶とともにそういったものも奪った私にはよくわからん。つながり、よくわかんねえ。
リム、記憶のほつれはまだあるのかしら。ええ、きっと。それなら見つけ次第解消していくのが良さそうね。次は絶対に俺が行く。ウソップたちだけほつれの中で冒険してずるいぞ。そういう理由か。私の出番ね。お前ら遅れるんじゃねえぞ。さあ、ガツンとかますわよ。サンダーボルト、ゲット！ナミ、すげえなお前。ありがとう。少しはお役に立てたかしら。私の予報は100。ちょっと邪魔よ。天候の変化にご注意ください。ミラージュ。覚悟しろよ。これだ。邪魔するなら容赦しないわよ。ドスフルール。グラップ。行くぞ。次はドイツだ。ゴムゴムのなんだ？あいつ一人で逃げちまったぞ。あったー！やった！うわー！いや！いいもんがあるじゃねえか。に砂の上歩いたの初めてだわ。大丈夫かリム。この辺で一回休んでくか。うん、平気。あいつ嫌な場所にいるな。構わねえ、倒して通るぞ。みんな準備いい？よし、
かかってこい。ゴムゴムのガトリング。何やろうっての。ミラージュ。俺の方はいつでもいいぞ。そっちけ。竜巻。まだだ。なんだ、あいつ一人で逃げちまったぞ。なかなか楽し。成長を実感できるほど強くなれたのね。え、行き止まり。いや、上に行けるみてえだな。あそこ。ああ、ここにも山賊がいるのね。よいしょっと。うん、一緒。大丈夫か、リム。この辺で一回休んでいくか。平気よ。うん、一緒。よいしょっと。なんだここ。腹減った、飯。食いしん坊ね、そればっかり。待ってろ、すぐに作ってやる。レインベースまでもう少しね。もうすぐビビに会えるな。でも俺たちの姿を見てビビ驚かないかな。そうだな、みんなこの2年でいろいろ成長したからな。それなら心配はないわ。メモリアの人たちの目には人で亡くなってるなんてことがない限りはね。俺は元からトナカイだ。どうしたアナミ。今竜巻が砂漠の南の方に抜けていったわ。砂漠だし竜巻の一つもあるだろう。今は竜巻が起こるような気象状態じゃないのよ。クロコダイルの技ね。南にある反乱軍の本拠地ユーバが。ユーバってビビちゃんといった町か。クロコダイルは反乱軍を追い込む目的で。だからオアシスだったユーバが。あ、ひでえことしやがる。大丈夫だ、おっさんは砂になんか負けねえ。ユーバ、そこに知り合いがいるの。これから会いに行くビビの知り合いよ。砂に埋もれたオアシスをずっと掘り続けている人なの。ビビはその人を、その人と同じようにクロコダイルに苦しめられている人々を必死で救おうとしているの。ビビちゃんは何でも一人で背負い込もうとしまうから。放っておくとワニの野郎に殺されちまう。だがそんなこと俺がさせねえ。そうね、たとえここが作られた世界だろうと、私たちはビビに力を貸すわ。ああ、
ビビは仲間だからな。でもビビは無茶をするから早く合流しねえと。そうだな。仲間？私の出番ね。